皆さんこんにちは。今日は、アンパンマンジャムおじさんのパン工場、中古おもちゃで遊んでみたいと思います。こちらは、どうなっているかというと、ここに穴が開いていたり、なんかこう、こういうふうにここに隙間があったりとかして、まあ、ここパン工場だね。ジャムおじさんとパタコさんチーズがいるんだよね。そしてここに、パン工場から発信する、アンパンマン号がいるんだね。で、煙突の中はこんな感じになってます。じゃあちょっと開けてみようかな。ここを開けると、こんな感じのね、コインが入ってるんだね。バイキンマンとドキンちゃんが出てきたね。こういったコインだね。そしてこれが、手に入れたらこんな風に詰まっちゃうよね。はい、じゃあ次は他にも入れるとこが実はあるんでね。このアンパンマンがほーって顔しているところにね、このこういったカードをコインを入れると、なんとこれが出てくるんだね。こっちからコロコロって出てくる。どんどん行くよ。こんな感じで出てくるんだね。ほら、じゃあこっちからちょっと見てみようか。まずはアンパンマンからかな。ほら、ここからね出てくるんだよ。ほら、でこうやって遊べるんだね。じゃあまたね。他の動画もいっぱい見て楽しんでね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。はてなになっているので、どの動画がいいか探してみてね。